虫はこの自動車の中で座席から座席へ飛んでいってこれが宇宙のすべてだと思ってますしかし窓が開いてですね一旦虫が車の外に出てしまったら時速100キロで走っていく自動車にもう追いつくことなんか不可能なんですね、えー、というわけで,です、ね、SF 教室第1回まずはです、ね、タイムマシンをお勉強してもらおうと思いますタイムマシンといえばまあみんなこれでしょうね バック・トゥ・ザ・フューチャーのデロリアン、ねまあ、一応あのマーティーを乗せてきましたけれども乗ってなくても別にですタイムマシンっていうとですね大体これを思う人が多いんですよねあとね、まあ、知ってる人はほとんどいないでしょうけどもですね昔のテレビドラマのです、ね、タイムトンネルっていうのがありましたこの3つのです、ねえー、タイムマシンを出してどれが良い タイムマシンなのかですね。どれがよいタイムマシンなのかというのを順位付けしてみようと思いますまずドラえもんからいきましょうドラえもんはですね1969年の漫画ですね過去も未来も自由にいけるですねそういうタイムマシンですでドラえもん自体が21世紀から来たロボットこれ最近設定変わりまして最近あの22世紀になりましたまあ一応100年ぐらい先から来たロボットということですねでこの上にあるライトみたいなのものあるじゃないですか これ、ね、街灯ではなくてまあまあ下を照らすものもあるんですけどもフォースフィールドいわゆるですね場を作る力場を作る装置なんですね。っていうのはこの中でですねあの時空連続体というかですね空間の中をやってる時にですね重力がないと人間安定しないのでこの タイムマシン全体に 1G の重力場を作りおまけにこの外に対してある種のバリアみたいなものを作って空気を逃がさないような仕掛けになっているのがこの街灯なんですね。だから結構ね何かこう平凡なものを組み合わせているようでちょっとね面白い使い方をするのがですね「ドラえもんのタイムマシン」ですね。えー、でこの左端ですね、えー、皆さんから。 タイムトンネルなんですけどもこれ、えーっとね、タイムトンネルは1966年のアメリカのテレビドラマですねアメリカ政府がです、ね、アリゾナの砂漠の地下に作った、まあ、あの秘密の基地みたいなところで,です、ねえー、あの使われている施設です。で この周りにはです、ね、地下にです、ね、地平線まで続くような発電機とかです、ね、粒子加速器があるっていうです、ね、設定になってます。でこの手前にある制御盤ここの部分でですね、えー、過去や未来に焦点を合わせてですねそのなんか風景が見れたり過去や未来の,あの、まあ、ワンシーンが見れたり例えばキリストが張り付けにされるシーンそのものが見れたりですね、まあ、ローマ帝国がみたいなものが見れたりするし あとそっちに人も送れる。で、なんかこう、物とかもですね、取り寄せることができるというですね、夢のような機械なんですけどもですね、その不安定で制御できないという設定なんですね。例えば、これ第1話はですね、タイタニック号の沈没当日に、えー、スタッフを送ってしまって、なんとか回収しようとするっていう話でした。まあ、こういうですね、タイムマシンもあります。これは ウォーークスルー型ですかね。どちらかっていうと中にどん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 入っていくと無限のカードまでトンネル続いてるんですけど人間が消えたりですね中に人物が出てきてたりするというまあ,あのアメリカのテレビドラマで日本では NHK で放送してました真ん中はですね「デロリアン・タイムマシンバック・トゥ・ザ・フューチャー」1985年の映画ですね、えー、過去や未来の特定の日時に行けるのがまあ特徴ですで場所は同じなんですねあのバック・トゥ・ザ・フューーチャーのの、ね、デロリアのタイムマシンって、 過去に言ってもです、ね、あの全く同じ場所に行っちゃうので例えばこのツインパインモールっていうのの標識があってこれはこのおもちゃについてたんですけどもこれはピーボディーさんのですね持っていた 松林がですね後にモールになってショッピングモールになってツインパインモール2本の松の木の、えー、モールっていうふうに言われてるんですけどでマーティーがですね過去に行った時にその松のうちの1本をへし折っちゃうんですね。なので未来に帰ってきた時はこのローンパインモールですね1本の松の木のモールっていうふうに名前になってたという逆になってるんです。 まあこういうです、ねえー、同じ場所に出現するというタイプのです、ね、タイムマシーンですね。えー、これもです、ね、楽しいんですけども、えー、さてどれが良いタイムマシンかタイムマシンとしていいか悪いかで言うとです、ね、実は1位、一番いいタイムマシンがドラえもんなんですよ。で2位がタイムトンネル で一番人気のです、ね、デロリアンは残念ながらです、ね、第3位タイムマシンとしてはあんまり良くないよねと SF 的にですよあんまり良くないよねって話になってしまいますでん、えー、でかというとです、ね、まずこのタイムマシンをこれから SF 的な面倒くさい話をしますけれども基本的にタイムマシンって不可能なんですよここを押さえましょうこの「基本的に」っていうのもねな、まあ、な言い方いろいろなんですけど基本的になんですよ。 えー、例えばですねここに今日、まあ、面倒くさいけど地球儀出してるんですけども地球はですね、えー、この皆さんご存知の通りですね地球は自転してるわけですねで秒速4 6 0ルで回転してるんですよつまり時速1 0 0 0キロぐらいで回転してるんですよ。時速1000キロとということは、えー、マッハですよね。でえー、マッハ1.4で回転してるということは実は、えー、この西からですね東へ向かって 高速ジェット機ですね。超音速ジェット機で飛んだらですねお日様が西から登るところが見れるわけですねだから「西から登ったお日様が東へ沈む」っていうですね元祖あ,のガンあ違う元祖やね天才バコボンの歌あるんですけどもそれもです、ね、西へ沈むお日様をあ見るには逆だ。えー、東から西へとです、ね、ジェット機を、 まああの超音速ジェットを飛ばせばですねちゃんとお日様は西から昇って東へ沈むっていうのを見れるんですけどもまあこういうですね「あの天才バカボンのです、ね」の西から昇ったお日様は東へ沈むっていうのを聞いたらもですねそれはどのような条件だったら可能なのかと考えちゃうのが SF 版だと思ってくださいめどくさいですよね。で まあ何が言いたいのかこれ出してるのかっていうとなので,です、ね、タイムマシンであの15分先の未来に行くとです、ね、その間に地球は回転してるんで,です、ね、400キロ移動しちゃってるんですねこの回転で,で,す、ね、で東京でタイムマシンに乗って15分後に行ったらです、ね、同じ東京に出るんじゃないんですよたった15分移動しただけでもです、ねえー、大阪に出現しちゃうわけですね地球は自転してるわけですから面倒くさいでおまけに地球は自転だけじゃなくて太陽の周りに光転してるんですけども転 速速度が秒速30キロあるんですよ。なかなか速いんですよね。で、えー、なので15分後の未来に行くとですね地球はですね1万6,000キロぐらい向こうに行っちゃってるんでもうあの自分は宇宙の方に取り残されちゃうんですね。 だから、えー、地球上で例えば地球は回転していうからタイムマシンに乗って何分か先に行くと移動してるっていう気楽な話じゃなくてこの地球自体も太陽の周りに転してるもんですから自分はです、ね、宇宙空間の何もないところに取り残されちゃうわけですね。だから、秒先の未来に行ってもですね。えー 西方向に4 6 0メートル、斜め上に3 0キロ動いてるというですねなかなか悲惨なことになりますさらに太陽はですね銀河系の周りをです、ね、銀河の中心を中心としてですね秒速2 3 0キロで行程してるんですよね。で全ての銀河系は10億年かけて一周回っているんですけども。 でこの銀河系自体もです、ね、あの宇宙をです、ね、秒速600キロで、えー、移動しているそうです、まあ、あの高速の0.2%というかなりの速度で,です、ね、銀河系全体も動いていますだから10秒先の未来なんか行っちゃうとそこに、ね、地球なんかもうないんですよね10秒先の過去でも同じですだからタイムマシンっていうのを厳密に考えるとその 時間移動した瞬間に元の空間からとんでもなく遠い場所に離されてしまってでもう戻れないわけですねだ,だからまあ例として正しいかどうかは分かんないんですけど僕らは。 これ僕らはものすごく小さな虫で自動車の中にいると思ってくださいだから自動車の中ですべてやってるからその自動車が時速100キロで走っていても全く虫にはわからないんですよで。虫はこの自動車の中で座席から座席へ飛んでいってこれが宇宙のすべてだと思ってますし,しかし窓が開いてですね一旦虫が車の外に出てしまったら時速100キロで走っていく自動車にもう追いつくことなんか不可能なんですね。 もう自動車ははるか向こうに行ってしまう。これが、僕らが地球上でタイムマシンに乗って、過去や未来に行く、というのは、自動車の外に出るようなものです。その瞬間、地球はですね、すごい勢いで、えー、高速道路の果てまで行ってしまって、もう僕らは二度と地球に帰れなくなる、というですね。まあ、こういうですね、困ったことが起きちゃうわけですね。つまり、タイムマシンがもし存在したとしても、発明されてもですね。過去や未来の地球には行けないんですよ。 おまけにタイムマシンが可能だっていうですね残念ながら基礎理論というかね理論物理学者がこう考えればいいんじゃないかなっていうのは1960年代70年代80年代でいくつか出てるんですけども使えそうなものっていうのは今のところないです。で ままあ、まあ、理論物理学者でパズル好きな人はこういうのがあるかもよって言ってるんですけどもそれによって基礎理論どういうふうにすればじゃあ具体的に可能なのかというのも確立してないです。